子先生です。今日のゲストはハリーさん。書きたい字は大好きです、ということで、ここまでストレートなのは初めてですね。一度ハリーさんとお試しで喋ってるんですけど、めちゃくちゃ推しに対する愛が深い方なので楽しみです。それではつなぎます。こんにちは。はい、こんにちは。画面を反対にできなくできるかも。あ、できる、できる。できた。わあ。アスワって言います。息子です。誰誰？刀剣乱舞のキャラクターのヘシキリハセベって方なんですけど。かわいい。うちに来てから1年と3ヶ月、4ヶ月ぐらいかな。お、すごいですね。見ててもらってください。書いてるところをね。はい、こんな感じで見といてもらいます。すげえ場所に陣取ってる。はい、じゃあね、ちょっと軽く自己紹介よろしいですか？軽く、OK です、はい。名前がハリって言います。はい、年が24歳です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日書きたい字は何ですか？今日書きたい字は、はい、大好きです。大好きですって書きたいです。ストレート、もうストレートですよ。いや、なんか手紙を書いたりするときに、文字に。手紙ね、確かに確かに。いや、そうなんですよ。なんか、こうやっぱ気持ちを伝えたいじゃないですか。そうですよね。こう私、下書きとかして書くタイプなんですけど、こう、便箋になんかこういうこと書きたいとか書いた後にそれ見ながら、もう一枚の便箋に写すみたいな。そう、履歴書みたいな。だから本当に下書き書いて清書するんですね。本当にそうなんですよ。すごいな、それ。私のストレートなその気持ちなので、ね、綺麗に書きたいですよね。そうなんですよ。なるほどね、わかりました。あ、ほんで今日しゃべるその、まあ、大好きな推しは誰でございますか？推しが、はい、あの F6 っていうアイドルグループなんですけど。 F6 ね、はい、ちょっと説明していただけますか？難しいんですけど、赤塚不二夫先生が書いてるおそ松くんが原作のアニメ、はい、おそ松さんが舞台化した、はい、おそ松さんオンステージの中に出てくる、はい、このメインの六つ子のイケメンバージョンが F6 っていうアイドルグループなんですけど、はい、この F6 が好きなんですよ。いやもうね、すごい新鮮でね、面白かったですよ。え、よかった、嬉しいです。なんか私もこんなに舞台に狂ったのが松捨てが初めてで、うん、あ、そうなんですか。なんかもともと他のアニメの舞台も少しだけ見たりとかしてたんですけど、うんうんうん、なんか松捨てはもう脚本が異常に面白くてもうテンポも良くて、うん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 、最初は私松の市松くんっていうキャラクターのガチ恋だったのって、どんな市松でも愛せるよって思って行ったんですけど、はいはいはい、行ってみたら松の市松のことが好きとかいう感情よりもなんだこの面白い舞台はって、もうそこから松捨てに夢中なのと、あの F6 の一番最初の歌で、うん、ウェイクアップっていうのがありますよ。そこで出てきた松の体から松に、今日俺だけを見てろって言われて、もうそこから夢中です。なるほどね。あ、で、もともとあれ F6 の方にハマる前に松捨て自体はもう見てたってことですね。そうなんです。アニメで見て、はいはいはい、あ、舞台化するのかと思って、はいはい、松の市松くん大好きなので、うんうん、行って、うん、松捨てすごい面白い中に、うん、F6 松のから松というとんでもない存在がいまして、なるほどね。今書いていただいたことでもう完璧に合ってます。はいはいはい。あ、じゃあアニメとかでは市松だけど F6 ではから松推しなんですね。そうなんですよ。私もから松が良かった一番。あ、よかった、嬉しい。めっちゃかっこいいですね、和田さん。ルックスはいいんですよね。いや、本当にいや、いや、ほんでさ、ファンサービスもすごいし、はい、もうすごい、あのブスブス言うでしょ、みんなのこと。いや、もう本当にブスって言われただけで、はい、ブスだって言ってますもんね。はい、ブスです。最高なんですよね、本当に。あの、カラマツのブスがないと生きていけないんですよ。カラマツのブスがないと生きていけない。なんかもう単純に舞台としてもめちゃめちゃ面白くて好きで、うん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 、おそ松さんの、うん、え、ここで終わるみたいなところとかも残しつつ、うん、はい、なんか舞台として見てて、キャストそれぞれが回を重ねるごとにどん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 こうコメディが上手くなっていくのがめちゃくちゃ分かって、うん、あの松下さんとかはもうすごいなんか喜劇でみんなめっちゃ息子成長してるなって思ったりとか、うん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 、F6 のライブパートとかも、はい、実際に F6 だけのライブがあった後と、うん、ある前ではもうほんと全然違って、あー、なるほどね。歌とかダンスとかもどん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 もう思考の領域
しなって言ってるんですよ。生活から F6 が切り離されたことがなくて。あ、本当ですか。なんか、なんだろう、元気ない時とりあえず F6 の歌聴かないともう生きていけないみたいな時もありますもん。うんうんうん、いや、ノリのいい曲も多いしね。そうなんですよね。なんか、こう、それこそ Forever 6U とか、はいはいはい、歌詞がトンチキで。そう。歌詞がトンチキ。そこも最高なんですよね。符号とあれしようっていう感じ。それが待って。なんかさ、ずっとさ、あれが、あれがあれでってもうずっと言ってるでしょ。あれって何なんだ。そう、あれあれがあれをあれしててみたいな。もう私たちもあれが何か分かんない。分かんないんだ。もうあれするんですよね。そういうことか。なるほどね。じゃあちょっと一回あれしましょう。はい。1画目は下げて、2画目が…そう、結構上から入って、そうですね。いいじゃん、めっちゃいいじゃないですか。ここが上手。腹いいところ。やったー。うん。はい、じゃあ台は終わりでございます。推しの話できるの最高ですね。いや、松のからまつくんはかっこいいっすよ、マジで。そう。え、市松から入ったのに、はい、からまつなんだなと思って。あー、なんか多分俗に言うビビビッと来てしまったってやつなんですけど。あー、なるほど。なんか、いや本当にウェイクアップ歌った時に、うん、今日は俺だけを抜けろって言われて、うん、その時、うん、初めての初出で、うん、一番前の列でドセンターだったんですよ。すごい。で、うわどうしよう、すごい席だって思って見てたら、うん、目の前でそれを行われて、うん、なんか衝撃でその時に多分ビビビッと来てしまったのかな。で、落ちたんですね。もうそこからもう松下自体が大好きになっちゃって、もう全部のキャストの全部のブロマイド買って、うん、おーすごいそれで2の時も全部買って、3の時も全部買って、うん、FCX のライブも全公演行って、うん、セカンドツアーも全通のチケット取ってあーすごいですねそれ。もうコロナで落ちてもちょっとね、後半ね後半ダメだったですもんね。そうなんですよ。だから最初の3公演だけ全部行って、へー、3月の20日に行われた幕張での凱旋、うん、はい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 、もう配信があったんですけど、うんうん、あれも友達と一緒にカラオケで泣きながら見て。いやーそうだったんですね。 F6 最高なんで、見た人は全員好きになっちゃうので。いや面白いよ。嬉しい。みんなキャラ立ってるしね。立ってますねキャラ。見てて思った時にちょっとメモしてたんですけど、まあ、カラマツなんか思いっきりこうドスの効いた声でバーンって言うじゃないですか。いますね。そう、キャスト陣が原作にすごい忠実にやろうってしてるのがすごい分かって。いや本当にありがとうございます。でもみんな頑張り屋さんで、可愛いことこの上ないですね。頑張り屋さん。頑張り屋さんだね。もう中の人も好きになっちゃうので。結構みんないろんなミュージカルやってません？なんかテニスの王子様とか、それこそなんか刀剣とか。あ、めっちゃいろいろやってます。うんうん。なんかライブとかで F6 チョロマツが五星ブルー、うんうんうん、戦隊もののなんですけど、はい、そのネタをちょっと出してくれたりとか、なんか戦隊ものだったら青が好きだなって言ってくれたり。ああ、なるほどなるほど。そういう時々中の人が見えるのも F6 のすごいいいとこなんですけど。ああ、なるほど。たまにスイッチオフとかするんですよ。そう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 。今ちょっとカラマツおりますみたいな。めっちゃ面白かった。受け入れてくれる会場なんですよね。そうそう。じゃあなんか MC がめちゃくちゃ面白くて、だから嬉しい。ずっと爆笑してます。キャラだけじゃなくてもう腹抱えて、そう、めちゃくちゃ笑いながら見ちゃって、面白いと思って。あー面白い。それ好きですね。いはいはい、好きいきましょう。好き、多分ね、好きっていう字が一番変わりますよマジで。え、そうなんですか。うん、上にしたらここが長くなってかっこいいので。なるほど、上に、うん、ちょっと何個か書いてみてください。え、めっちゃ上手じゃん。やば、いいいいいい、ハリさん上手。嬉しい。すごい。え、めっちゃ飲み込み早いんだけど、やば。もうずっとこうやって書こう。松捨てとか最初に行こうって思ったのは、そのまあアニメから入ったからじゃないですか。はい。